東ローマ帝国のお話。おはようございます。今回も東ローマ帝国のお話をしていくね。お前かい。前回は、コンスタンティノープルを奪還した後のお話を見ていったな。ついに取り返したのよね。まあ、ラテン帝国がすでに溶け始めていたからな。ラテン帝国を滅ぼして東ローマ帝国を復活させたミカエル8世だが、それからも戦いは続いた。そして、次の皇帝となったアンドロニコス2世だが、財政がほぼ破綻状態でバトンタッチされた。こうして課税、免税、海軍解体などを行っていき、課税されたトラキアからは特に嫌われてしまった。一方、アナトリアでは弱体化したルーム、セルジューク朝からトルコ人が台頭。西側の対応をしているうちに、トルコ人はアナトリアでの領土拡大を進めていった。こうしてオスマン帝国を含む、たくさんの小国家が成立。そして、オスマン帝国は徐々に東ローマ帝国の領土をえぐり取っていったのであった。アナトリアは終わったわね。オスマン帝国が侵略しているにもかかわらず、東ローマ帝国では内部争いを続けていき、後継者争いが勃発。1328年、アンドロニコス2世は、孫、アンドロニコス3世によって退位させられてしまったのであった。前回はここまでね。じゃあ、続きを見ていこう。おーおお。1328年、アンドロニコス3世が皇帝に即位した。彼は早々に行政の腐敗と、司法制度の弱さを認識していたそうで、司法改革を行った。最高裁判所では12人の裁判官がいたのだが、それを4人に減らした。2人はキリスト教徒で、2人は非キリスト教徒にすることでバランスを図った。まあ、これは結局汚職が出たことで公平さを証明できるものではなくなってしまったがな。うまいこといかないわねー。さて、外側においてはオスマン帝国、セルビア人、ブルガリア帝国の動きに悩まされた。東のオスマン帝国は、ニコメディアやニカイアを包囲している状態であった。これを助けるべく、アンドロニコス3世は友人ヨハネス、カンタクゼノスと共に進軍。しかし、丘の上に陣取って優位性を持ったオスマン軍に敗北してしまった。包囲されたニカイアはその2年後に降伏し、オスマン帝国に組み込まれてしまったのであった。旧首都が消えたわね。さらに、包囲されていたもう一方のニコメディアも1337年には降伏し、オスマン帝国に組み込まれた。こうしてアナトリア方面はほぼオスマン帝国の手に落ちてしまった。これはやばいわねー。西側のバルカン半島を見てみよう。当時、西側にはセルビア王国、北側にはブルガリア帝国があり、バチバチやっていた。1330年、セルビア王国がブルガリア帝国に大勝。当時、ブルガリア王の妻がアンドロニコス3世の妹テオドラであった。ブルガリア王がセルビア王国に敗北して亡くなると、妻であったテオドラは、兄であるアンドロニコス3世に助けを求めた。己ブルガリア帝国許さん、と言いながら、弱体化して侵略するチャンスだったブルガリア領に侵攻。こうしてトラキアの領土を回復させていった。ところが、対立していたブルガリア帝国とセルビア王国が同時期に君主交代。これにより、ブルガリア帝国とセルビア王国は一気に同盟を結ぶ流れができた。そうとも知らずトラキアを取り返していたアンドロニコス3世だが、セルビアと同盟を結んだブルガリア帝国の反撃が始まった。モンゴル傭兵を雇って勢いを持っていたブルガリア帝国に圧倒され、東ローマ帝国は敗北。結局取り返したトラキアの地は返還され、和平が結ばれた。これはついていないねー。ブルガリア帝国と同盟を結んだセルビア王国も、拡大政策のために東ローマ帝国に侵攻。こうしてテッサロニキまで到達されたが、敵将を倒して和平を結んだ。だが、征服された領土の一部を認めることになった。ボロボロね。1341年、アンドロニコス3世はマラリアによって病没。息子のヨハネス5世が皇帝に即位した。皇帝即位時、ヨハネス5世は9歳であったため、母と総主教が摂政となった。しかし、アンドロニコス3世の重臣であったヨハネス、カンタクゼノスは、いや、俺が統治すべきやろ、と反発。ここから、摂政、母、総主教、バーサスヨハネス、カンタクゼノスの内戦が始まる。え、また内側で争うの？ここから6年にわたって内戦が続き、ヨハネス、カンタクゼノスが勝利した。6年も。こうしてヨハネス、カンタクゼノスは、娘をヨハネス5世と結婚させて、自らも皇帝となり、ヨハネス6世、となった。
うっしゃー、勝ったぜー、となるヨハネス6世だったが、この内戦でセルビアにも救援を求めていたため、セルビアは協力のついでに領土を拡大した。その結果、内戦が終わった時にはセルビアによってバルカン西部は奪われており、テッサロニキだけが残った。え、西側もやばいじゃない?さらに、オスマン海軍によって東ローマ帝国の海岸は襲撃され、ジェノバとも衝突した。ジェノバ?ジェノバは1261年以降、ゴールデンホーンの北にあるガラタを支配していた。そこでボスポラス海峡を通過する商船の関税の 87% を獲得していた。ってことは、関税の 13% だけが東ローマ帝国なのね。そうだな。完全にジェノバが儲けているじゃない。そう、東ローマ帝国の海軍と貿易に関しては、もはやジェノバが支配しているようなもんだ。だからヨハネス6世は、ジェノバから独立しようとしたのだな。関税もジェノバに握られていたが、ヨハネス6世は無視して東ローマ帝国の関税を下げた。これにより、商船は関税の低いコンスタンティノープルを使うようになり、ジェノバは財政的な打撃を食らった。当然、ジェノバは激おこぷんぷん丸。戦いの兆しが見えたので、ヨハネス6世は海軍を作って戦闘に挑んだが、ボッコボコにされた。海洋国家には勝てまへんよ。こうして内戦により荒廃していった東ローマ帝国。ヨハネス6世は残った領土を再編した。一つ目は、コンスタンティノープルとトラキア、二つ目は、バルカン半島に残ったテッサロニキ。三つ目は、ペロポネソス半島に残ったモレアス先制公領。以前、アカイア公国から奪った場所ね。そう、東ローマ帝国はもはや陸続きの帝国ではなく、三つの点在する領土を有する国家となったので、三つそれぞれに地方行政官を置くことにした。首都はヨハネス6世、テッサロニキには共同皇帝のヨハネス5世。モレアス先制公領には、ヨハネス6世の子、マヌイルが置かれることになった。これが1349年のことだな。ここからもジェノバとの争いや、黒死病の流行によって被害を受けた。という慌ただしい中、テッサロニキに置かれた置物皇帝ヨハネス5世がついに動き出した。地方行政に移行したことで、ヨハネス5世とヨハネス6世に距離感が生まれ、放置されたヨハネス5世は不満を高めていったのだな。戸様大名。1352年、ヨハネス5世はセルビア王国の協力を得てトラキアに進軍。これに対し、ヨハネス6世はオスマン帝国の協力を得て対抗した。こうしてトラキアにやってきたオスマン軍によってヨハネス5世は敗北して逃亡。オスマン軍はそのままトラキアを荒らし始めた。やりたい放題ね。こうしてバルカン半島にオスマン帝国のトルコ人が入ってくることになり、統治者たるヨハネス6世は権威を失っていく。ヨハネス5世はジェノバ貴族の支援を受けて、再びコンスタンティノープルに進軍。ついに抑えきれなくなったヨハネス6世は退位して、修道院に入った。さて、言っていなかったが実はヨハネス6世の息子、マテオスが共同皇帝として存在している。1354年に父、ヨハネス6世は退位したが、マテオスはまだ退位していなかった。マテオスはアドリアノープルの支配者であったため、首都が取られても影響力はまだ有していたのだな。珍しいパターンね。こうして首都奪還をしたかったマテオスだが、西側のセルビアと衝突することになり、そこで敗北。結局、1357年には退位してモレアス先制公領に移った。これにてヨハネス5世が単独皇帝となる。復活したわね。だが、もう終わりは近づいている。え?バルカン半島に上陸して定住してしまったオスマン帝国は、ここから怒涛の勢いで東ローマ帝国の領土を食べていく。1365年、バルカン半島のほとんどの領土とともに、アドリアノープルが陥落。オスマン帝国のスルタン、ムラト1世は、アドリアノープルを首都にした。あら、めちゃくちゃ近いじゃない?やべえ、となったヨハネス5世は、西洋の支援を得るため、旅に出た。まずは、ハンガリー王国のラヨシュ1世を訪れた。ラヨシュ1世からは、カトリックに改宗するか、ローマ教皇の承認を受けなければ支援しないと言われた。こうしてローマ教皇の承認を得るために、ヨハネス5世はたったかたったかローマに向かった。教会が分裂していなければ。そしてローマに到着したヨハネス5世は、早速ローマ教皇に会い、カトリックに改宗した。ここで教会対立していても仕方ないものね。そして、戻る途中にベネチア共和国によって条約更新をしようとしたが、そこで、アナトリアのテネド島をあげるから金と艦隊をくれーという提案をした。
ベネツィアはそれを受け入れたが、問題が発生した。首都を守っている息子、アンドロニコスが、テネド島の引き渡しを拒否したのだ。話しちゃうやんけ、ということで、ヨハネス5世は拘束された。父親が捕らえられてもなお、首都にいるアンドロニコスは何もしなかった。ひでえ。しゃあねえ、ということで、父親に同行していた息子、マヌエルは各地でお金を集めて交渉。翌年には、ヨハネス5世を解放することに成功した。本国がやばいのに、外でこんな状況はもっとやばいじゃない。さて、無事解放されたヨハネス5世だが、ここからどうなっていくのか、次回。あ、今回は終わるのね。ここからもいろいろあるからな。あいよ、じゃあまた振り返りもよろしく。よかったらチャンネル登録よろしくだぜ。はーい、まったねー。